バリの登場です。今ビブとクレデンシャルとあとご飯を食べてきました。まあ思ったよりすごい長い時間の移動になったんで疲れてます。で明日もう大会が始まるんで、大会っていうかコートでが始まるんで、もうこれでとりあえず今日は休んで寝たいと思います。今日はこれで終わりましょう。はい、おはようございます。朝ごはん食べてコートで初日です。あ、今エアリアルをやってますね。公開練習がぶっ飛んでますよ。あの気温はマイナスの20度ぐらいですかね。26度体感でくっそ寒いです。顔が痛い。上に上がります。練習が終わって明日予選が始まります。正直今回の大会の公式練習は全然うまくいってないです。初日2日目とすごく天気悪くて、ものすごい風が強いんですね。で風速50から70メートルの風が吹いて、でその中でも公式トレーニングが行われました。まあ、もちろんあのどの選手ももちろん条件は一緒で、誰も今うまく練習できている選手がほとんどいないような状況です。実を言うとこの大会、中国の大会が一番僕のオリンピックに向けてのチャンスの大会です。去年1年間ひたすら頑張って、でワールドカップの切符をゲットすることができて、まあ、なんとかギリギリオリンピックにはまだ間に合うかなっていうような状況でワールドカップの切符をゲットしました。で残された試合がごくわずか、その中で一つ一つしっかりと成績を残していかないっていう、このプレッシャーはすごくあるけど、ただそのプレッシャーはやっぱり結構楽しくて、自分がやってきたことをしっかりとその本番のプレッシャーの中でどれだけできるかっていうところがやっぱり僕はすごく楽しいと思うので、それが本来の大会の僕は価値だと思うんですね。だから緊張はしてるけど、今は明日とにかく明日の自分ができることをしっかりやろうっていうような気分でいます。今は、まあ時の運もあるけど、自分ができることはしっかりとこなしてやっていきたいと思います。じゃあ今からまずご飯食べて、明日のためにゆっくり休んで明日に備えたいと思います。ご飯に行ってきます。当日、今からあと本当に何人かで僕のランが始まります。まずは自分のできることをしっかりとできるようにやっていきたいと思います。ということで行きましょう。ヨニナ of JapanRight side, 540, and then left side, 900. Into right side, inverted, 1080. Oh. Timing D14, 未能进入决赛，非常可惜。下一位出场的选手是来自日本的 Yuneya. Yuneya, we pick him up as he does 900 on the left wall.Into a 1080. Slip 720, just on the lip though. Right 9, picking up speed. And a left 10 at the bottom of the pipe.お疲れ様です。予選が終わって戻ってきました。で結果から言うと、1本目のランは1080オートムの方に行って、でそのランニングが処理できなくて、次につなげない。勝ったです。で2本目は、まあ、なんとかランは通したんですけど、やっぱりグラブの短さと、あとはつなぎ、そしてスイッチの高さっていうのを出すことができなくて、雑なランになってしまい、50ポイントです。で全体の順位でいうと12位というところで、10位までが決勝の進出のラインだったんですけど、まあそこに入ることができませんでした。まあ、今回のこの中国の大会は僕にとってとても
あの大きい意味のある大会で、まあ、失ったチャンスっていうのはとても大きいと思ってます。まあ、でもこれがあのスポーツの、まあ、一部なんで、いいことも悪いこともうまくいくときもうまくいかないときも、まあ、これがスポーツの一部なんで、真摯にあの受け止めて、実際自分が思うような結果にはなってないけど、この結果を自分の中で咀嚼していかないといけないなと思いますね。大きなチャンスを逃したっていうのは事実なんで、まあ、でも大トリから、まあ、いろんなトラブルがある中で、まあ、投げ出さずに一つ一つ組み立てて、なんとかそのランを通せたっていうのは、まあ、一つ自分が誇れるところかなとは思います。それは周りとの比べた点数とかではなくて、自分の人生の中で の誇れるところだと思います。まあ、自分ができたところはしっかりと自分を誇って、まあ、次にどうしてもつなげていかなきゃいけないことなんで、これは結果がどうあれしっかりとつなげていこうと思います。ということで、自分の思うような結果にはならなかったけれど、まあ、これから、まあ、まだ明日明後日は中国でいることになるんで、まあ、しっかりとこの今の結果と、まあ、自分の周りの状況っていうのを、しっかりと噛み砕いて消化して、次につなげていきたいと思います。ということで、見ていただいてありがとうございました。まあ、僕は悔しいですね。まあ本当はっきり悔しいですよ。とりあえず今日はこれで終わりたいと思います。まあ本当にリアルな僕の気持ちだったりとか、大会に向かう姿勢とか、その時のワクワクドキドキしてる気持ち、不安な気持ちっていうのも全部、まあ、ちゃんと声に出して撮ったところがあるので、まあ、何か、まあ、その次の世代の子たちが、まあ、大会ちょっと楽しそうだなとか、あのそのドキドキ味わってみたいなとか、あのそういう風に思ってもらえたらいいかなと思います。で、何年後か僕がこれを見て、あ、この時こう思ってたな、これが今生きてるなっていう風に、次もつなげていかないといけないと思うので、とりあえず今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。